なんか釣れそうな気がします。行きますね。2頭目でした。あの小さいのが寄ってきてるんですけど、まあ、釣らないようにしてですね、ちょっと外したんですよね。でメスですね。綺麗だな。2杯目釣れました。あ、やっぱり来てた。やっぱりな。なんかもう来る潮だと思ったもんな、これ。あー、抜けた。え？抜けた。甘かった。あ、抱きが違う。あー、ドラグが緩かった。なんか釣れそうな気がします。行きますね。よし、行くよ。いつもは浮かせるんですけど、浮かせることが多いんですけど、今日はあの浮かせてもイカがこう上に上昇してこない感じですね。で結局前走を探って行かないと、あ、ここ結構重たいな。重たいだけかな。いるのかな。あ、外した。今の、多分、ヒットゾーンを外してると思う。あ、たるんだ。
ほら乗った、やっぱりいましたね、やっぱり来ましたよ。一匹だけですけどね。あ、これメスか。メスだけど抜けるかな、抜けるかな、ちょっとどうかなっていう感じの、っていう感じのがですね。そうはちょっと良くないんで、行きます、このまま。よいしょ、はい、メスなんでね、リリースしますね。はい、潮目が来ましたね。少しもうちょっとしたらまたチャンスが来るかもしれない。とりあえずちょっと潮目が来る10分ぐらい様子を見ましょうかね。すごい引っかくる当たりでしたね。もうさっき最強のイカよりかは小さいです、明らかにね。はい、最強のイカリリースします。風がすごく強いんですよ。で、その、まあ、風の影響もあるはずなんだけど、手元にしっかり当たりがきます。